エアポートバス東京、成田は主に東京駅と成田国際空港を片道1300円で運行するバス。本港ではその前身となった東京シャトル、有楽町シャトル、ザアクセス成田についても記述する。成田国際空港における格安航空会社の就航を受けて開業した低価格高速バスである。当初のターゲットであった LCC 利用者以外の層や 外国人の乗客も増え、結果的に空港アクセスの多様化に貢献。特に東京シャトルとザアクセス成田の2路線は平均乗車率70%台を維持し、利用客数も2013年度から2018年度の5年間で計200万人増加した。経済史においても格安バスが成田アクセスに間違いなく風穴を開けたと評されている。なお、 東京都心と成田国際空港を結ぶ低価格高速バスは東京シャトル運行以前より存在しておりツアーバスの形式で東京シャトルと同水準の1000円で上野や浅草を結んでいたが知名度の低さなどでいずれも短命に終わっているこれらはツアーバスのため完全予約制で成田空港では正規のバス乗り場が使用できず大型車用の駐車場で乗り降りしていた ほぼ同等のサービスを提供していた、京成グループが運行する、東京シャトル及び、有楽町シャトルと、JR バス関東と BE トランセグループが運行するザ、ザアクセス成田が統合して2020年2月1日より運行している。東京シャトル、成田国際空港における、格安航空会社の就航を受け、都心と同空港を結ぶ、低価格空港連絡バスとして、 2012年7月3日に、京成グループが、東京シャトルの運行を、同年8月10日に、BE トランセグループがザ、ザアクセス成田の運行を開始した。運賃は、片道1000円である。いずれも、従来の東京駅成田空港を結ぶリムジンバスと、異なり、東京シティアターミナルを経由しない、直行路線であり、東京駅成田空港間の所要時間は60分ほどに、 設定された。成田空港では、第2ターミナル2カ所、第1ターミナル1カ所に両路線用の停留所が設けられ、2つの路線が共同使用することとなった。東京駅では、東京シャトルが外堀通り沿い、ザークセス成田が八重洲通り沿いに停車し、ザークセス成田はこの他銀座駅にも停留所を設置した。運行事業者は当初、東京シャトルが 京成バスと成田空港交通の2社共同、ザークセス成田が平和交通の一社であった。ザークセス成田開業後、東京シャトルはキャンペーン運賃の導入もあって、順調に利用者数を伸ばしたが、ザークセス成田の方は、成田空港に発見カウンターを持たないことや、知名度不足から利用者数が低迷していた。しかし、次第にトイレがついている。 座席がゆったりしているなどの口コミで利用者が増えるようになり、2013年1月1日には、成田空港近隣ホテル便を新設、さらに同年4月26日より、グループのアスカ交通との共同運行を開始し、満席となることも珍しくなくなった。一方の東京シャトルにも、京成バスシステム、東京空港交通の子会社である、 リムジンパッセンジャーサービスが参入したほか2013年9月1日には銀座駅経由便を新設、江東区大見の大江戸温泉物語への乗り入れも開始した。このような二陣営の競争により低価格空港連絡バスの規模は徐々に拡大していった。なお平和交通は1日に往復運行していた大網駅を出て土家駅、本田駅、浜取駅、 大宮町バスターミナルを経由して、成田空港へ向かうザアクセス成田外房大網線を2013年4月25日に廃止している。ザアクセス成田に参入した JR バス関東こうした中、都市間高速バスを運行する JR バス関東は、LCC の便数増に伴い競合する長距離バス路線の輸送量が低下し、新たな収益策として、 成田空港への乗り入れを模索していた。これに加え、外国人旅行者の増加を踏まえた JR 線の保管の必要もあり、銀座、東京駅経由で人気が高く、スイカを導入していることから JR 東日本の認知度も高かったザ・アクセス成田への参入を決め、2014年12月16日に空港業5便、空港発6便の運行を開始した。合わせて、 道路線は東京駅の乗り場を JR 高速バスターミナルに変更した。この間、JR バス関東は2013年9月からタコ町と接触し、空港に近いタコ台地区に東関東支店を開設する準備を進めていた。2015年4月8日には成田空港に LCC 専用の第3ターミナルが開業し、両路線も 新ターミナルへの乗り入れが開始された。合わせて、ザークセス成田においては、大幅な増便が実施され、両社合わせて、おおむね10分間隔の高頻度運行となった。BE トランスグループはこれに合わせ、千葉市緑区の西三崎観光本社内に、同社高速バス部門の前身となる、平和交通シ稲崎営業所を新設。JR バス関東は、同年6月20日、多古台に、 東関東支店を移転、開設し、空港線増発への体制を整えた。また、第3ターミナルにおいては、両路線の乗り場が分離されたほか、ザークセス成田もカウンターにおいて、乗車券の販売を開始した。さらに、2015年4月から、ザークセス成田は、ピーチアビエーション機内において、東京シャトルは、同年7月から、ジェットスター、 ジャパン機内において乗車券の事前販売を開始した。2017年12月16日には2020年東京オリンピックパラリンピックを見据えたバリアフリー実証実験運行路線として東京駅単や共駐車場と成田空港第2ターミナルを結ぶ有楽町シャトルが京成バスによって開設された。運賃は東京シャトルと同額だがバリアフリー対応のため リフト付き車両や床の低い2階建て車両を投入しているのが特徴であった。これまで、京成グループと JR バス関東、BE トランセグループがそれぞれ別々に運行してきたが、予約方法や乗り場、乗車方法が互いに異なるため、不便をきたしており、利用者から分かりにくいとの声が寄せられていた。そのため、2020年2月1日より東京シャトルと ザアクセス成田を統合し、新規参入の京成トランジットバスも含めて発車で、として、共同運行することになった。運賃は昼間便1000円、深夜便2000円に一本化し、東京駅、銀座駅の乗降場所をザアクセス成田側に統一した。成田空港業は、事前予約者用の全席指定席便と当日、乗車用の全席自由席便の2種類とし、深夜、 早朝を除く東京駅業は、成田空港の発見カウンターで、時間指定の乗車券を購入の上乗車する、形態とした。2019年12月現在、東京シャトルは123便、ザークセス成田は142便運行していたが、本統号と京成トランジットバスの参入でさらに19便増やし、1日往復で284便、1時間に、 最大10便運行する日本最大級の空港連絡バスとなった。また、高速バス全体としても日本一運行本数が多い路線となった。東京シャトル、有楽町シャトルザアクセス成田エアポートバス東京、成田以下の3企業グループ発車による共同運行。なお、成田空港近隣ホテル行きは、全便運平和交通が運行。括弧内は運行担当支店。 営業所。ほとんどは、東京駅八重洲南口の東京駅、高速バスバスターミナル7番、8番乗り場が始発で、あるが、一部は、銀座駅、タイヤ橋駐車場、大江戸温泉物語、篠の目夜前、篠の目車庫始発で、東京駅を経由して、成田空港へ向かう。ただし、銀座駅始発の一部は、東京駅を経由しない。行き先は、銀座駅発、 東京駅経由の夕方の4便が、成田空港近隣ホテル行きである他は、成田空港行きであり、第3ターミナル、第2ターミナル、第1ターミナルの順に停車する。なお、長大な第2ターミナルでは、南側の2番、北側の19番の双方に停車する。なお、運行会社によって、車内設備が異なるため、時刻表上に、トイレの有無の表記がある。また、 旧有楽町シャトルは、丹野京駐車場始発東京駅経由となるため、多便と予約締め切り時刻が異なる。なお、東京駅、丹野京駐車場始発以外の便は、自由席制で予約はできない。基本的に、成田空港第3ターミナル2番、第2ターミナル2番、19番、第1ターミナル31番の順に運行し、東京駅や S 口へ向かう。 一部のバスはさらに、銀座駅、タイヤ橋駐車場、大江戸温泉物語、篠野の目四前、篠野の名車庫が終着となる。成田空港第3ターミナル一番始発の便もあり、これは、第2ターミナルを経由せず、第1ターミナル31番のみ経由する。成田空港発は、全便が座席定員制で、成田空港の各ターミナルビル内にある。 乗車券販売カウンターで時刻指定の乗車券を購入する必要がある。ただし、早朝、深夜の警護便は、チケットカウンターが閉鎖されるため、乗車の際に直接現金、または IC カードで運賃を支払う。これに合わせ、成田空港では道路線を含む東京都心までの運賃が低廉なバス専用の乗車券カウンターを新設した。ほとんどは、 ハイデッカー高速バス車両で運行されているが、タイヤ共駐車場発着のみ、スカニア版ホール製の2階建て車両が運用されている。以下の記述は、統合前のものであり、今後の動向はまだ確定していない。旧東京シャトルは、緑色の独自塗装に、LCC-TYO 成田のロゴを配置した、専用車両を中心に運行されている。この車両は、トイレを設置せず、 LCC のように座席間隔を詰めて定員を多めに取ることで運賃収入増を図っている。定員は成績49人である。運行各社とも三菱不走、エアロエースの専用車を導入しているほか、京成バスシステムと成田空港交通には日野、セレガの専用車も配置されている。これに対し、旧座アクセス成田の車両は、 他路線との共通運用を前提とした仕様であり、車両を汎用化することで、コスト削減を図ろうという発想である。このため、トイレが設置されており、定員は38から44人とやや少なめである。運行開始にあたり、平和交通は、エアロエースの空港線対応車を3台導入した、ほか、従来の通勤高速バス用車両もトランクの広い一部車両を、 ほぼそのまま使用している。平和交通のワイドシート車2013年9月には補助席を設けず座席横幅を拡大したセレガのワイドシート車が導入され、さらなるサービス改善が図られた。この車両は車内だけでなく出入口ドアの形状や窓配置を含め翌年参入する JR バス関東の標準車両によく似た仕様となっている。アスカ交通は 元木更津営業所の貸切バス2台、元クラブツーリズム専用車を改造して導入したほか、平和交通と共通仕様のワイドシート車も有している。JR バス関東は、参入にあたって、在来車のトランクを、同車中央同支店に置いて、空港輸送に適した台車付きに改造したほか、IC カード対応の運賃箱を設置した。運用にあたっているのは、原則として、 セレガの44席車で補助席のない幅広座席である。旧有楽町シャトルは2020年東京オリンピックに向けたバリアフリーの実証実験路線であることから約半数の便が車椅子対応のリフト付き車両で運行されている。リモコンで操作できる車椅子用の乗降リフトが搭載されており一定のサイズ以内の車椅子であればそのまま乗車可能である。 また、2018年3月からは、スカニア版ホール製の2階建て車両が1台、導入された。この車両は、1階部分の床が平坦なので、スロープ板を設置すれば、ノンステップ路線バスのように、車椅子がスピーディーに乗り込めるようになっている。ありがとうございます。